おはようございます。やんちゃです。2024年5月12日日曜日の朝です。タイマー15分。15分のカウントダウンを開始します。はい、お願いします。今日は運動けん玉はお休みです。なぜなら、ちょっとはちゃめちゃに はちゃめちゃに雨が降ってんですよね。なんか、わかります？これで。外、これは宿の様子です。はちゃめちゃに雨が降ってて、ちょっとやばいんですよね。ガシャ。こういう感じっす。もう、やばくないですか？ ちょっと とてもじゃないけど、この後、出かけんのかって思うと、気が重いっす。やばい。よいしょ。いや、マジで気が重くて。まあ、ね、3週間もあれば、どっか結構がっつり雨が降ってもおかしくないかなって思ってはいましたけど。いやー、今日すごいですよ。丸一日止む気配がないんですよね。なんかちょっと止むんだったら、雨宿りして、雨の、まあ、ない間隙をついて移動とか、いろいろ戦略を立てられるんですけど、ちょっと、天気予報を見る限り、ちょっと見ますか？ 見ますか？雨がね、もう今日の23時まで止む気配なし。鹿児島、今日これから、ちょっとどっからどこまで話そうか。今ここは、鹿児島県の出水市というところです。はい。出水市なんですが、今日はこれから、夕方までに、鹿児島の港、鹿児島港ですかね。鹿児島港まで行かなきゃいけないんですが、鹿児島港までの間、今日、ちなみに今の時刻9時ちょうど、ですけど、9時から23時まで、止む気配なし。雨雲レーダーの予測によれば。きっつ。しかもね、今日、ヤフー天気で、見た、天気、これ、わかります？大雨だって。私、今まで結構、こう毎朝毎朝やんちゃクラブでこのヤフー天気の予報を見てると思うんですけど、大雨っていう表示は初めて見たかもしれませんね、下手すると。 注意報、雷、魚影、大変すぎる。というわけで、はい、やばいっす。 どうしたらいいんだろうね。はあ、困ったな。いや、まあ行くしかないんですけど。だから、レインコートもあるし、まあこんなこともあろうかと、いわゆる、雨天用っていうか、あれですけどね、やんちゃクラブで、冬に、足が寒いからって言って買った長靴、ワークマンの長靴があるんですけど、それを持ってきたんで、あれ防水だから、ワークマンの長靴、レインコート、で、気合で移動するしかない。さっきちょっと外出ましたけど、気温はそんなに低くない。幸い。これが2月とかだと、もう凍えちゃうから、やばいですけど。幸い、全く寒くない。ちょっとぬるいぐらい。なので、まあ、いっかな。まあ、いっかなっていうか、良くなくても行くんですけどね。なんせ、この後の予定があるので。確か、夕方6時に出発でしたっけね、船が。忘れちゃった。7時だっけ？ちょっと待って、どっちだったか。それによってだいぶ違うんだよな。スプレッドシートによれば。16時に受付かな？ ちゃんと見ておけと。
フェリー。鹿児島フェリー。これかな？受付時間は13時から。うん。なるほど。13時から17時半の間ですね。鹿児島新港。そして18時発。で、バイクもあるので、バイク用の受付はなんか別途早めにやってくださいって言われてるので、ちょっと早く出ないといけないですね。はい。それはそう。いやー、で、今10時でしょ？ 10 時じゃねえ、9時か。ここ10時チェックアウトしなきゃいけないんで。10時に出て、13時に着くっちゃ着くけどね。頑張れば。ただ、出水市で、なんだっけ。なんかね、出水市が地元の人がいて。出水市に行くなら、なんかしろって言ってた気がする。なんだっけな。寿司だっけ？忘れちゃった。なんかね、本当、いろんな地域に行くと、その地域のことなら任せろっていう人たちがですね、これを食べろとか、あれを食べろって言ってくれてありがたいですね。そうなんですよ。なんだっけ？でもメモってないな。メモってない なんかを食べなきゃいけないんだよな。忘れちゃった。 なんかを食べる。なんだっけ、寿司とかって言ってた気がする。まあ、そうっすよね。海が近いんで、寿司とかうまいでしょうね。寿司屋行くか、昼。なんで、10時に出て、なんか寿司屋行って、んで、食べて、気合を入れて、鹿児島新港行って、多分ですけど、雨で、そんなにスピードも出ないでしょうから。で、100キロぐらいあるんですよね。101キロなんで、あ、違うわ。それは今日か。フェリーまでは84キロか。84キロなら、まあ、3時間とかですかね。3時間あればまあ着くんで、まあ途中出水市のお寿司屋さんに行ったとして、1時間。そうですね。14時とかには着きそうですかね。14時に1回受付をしてしまって、鹿児島新港のあたりでなんかするとかですかね。わかりませんけど、そういう予定で行きたいと思います。ちょっとなんかね、雨も降ってるし、早め早めの行動をした方が でかい移動は早めにしておいた方が、なんかやばいやばいって言いながら滑り込むのちょっとリスクが高い気がするので、ちょっと前のめりで行動したいと思います。さて、じゃあ今日っていうか昨日やってたことをちょっと振り返りますか。昨日ね、昨日やばいですよ。昨日ちょっと、昨日移動しすぎた気がする。本当にやばくて、ちょっと待って。Google マップスのタイムライン機能をちょっと見てみますか。ああ、でもこんなもんか。昨日移動した距離158キロ。まあでもこんなもんか。はあ、そうでもなかった。なんか1日に移動していい距離200キロっていう制限をつけてるんですけど、疲労運転にならないように。でも全然それに引っかかる気配ないですね。これ160キロ弱ってことですよね。160キロでこんな疲れるってことは、今後の予定の中に、なんかね、帰りですよ、特に。帰り、なんか、鹿児島から宮崎はまあいいとして、116キロなんで。で、その後、延岡市に移動するの87キロとかでいいんですけど、その次、延岡市から宇和島っていうところに移動するのに、212キロ移動しなきゃいけなくて。ちょっとこれは詰めすぎっぽいな。ってことは、これ延岡、
市で一泊する予定のやつを多分もっと先にしなきゃいけない。まだ幸いまだ宿を取ってないので、はい、これ変えられるんですよ。その後半の予定は、これまでの今回の旅のこれまでの5日間ぐらいですか、5日間ぐらいの経験をもとに 動的に計画を変更できるというメリットがあるんですよ。後半を取ってないということはですね。はい。なので、この延岡市で1泊、5月23日ですね。これを延岡からさらにちょっと先に進めて、つまり212キロと87キロを足して300キロなんで、150、150で割る。つまり、宮崎市から150キロの地点にあるあたりの宿にチェックインするのがよかろうということですね。はいはいはい。いやー、動的計画法？行き当たりばったりのことを動的計画法というのはなんか、あれですよね。ちょっと物は言いようって感じしますよね。はあ。いや、面白いな。なんかやっぱ帰りだな。帰りなんでこんなに詰め詰めになってるかっていうと、あれなんですよね。5月27日にフェリー乗るんですよ。で、この徳島港で乗るんですけど、徳島港受付がですね、10時なんですね。10時なんですよ。朝のね。なので、朝起きたら、もう1時間ぐらいで行けなきゃいけないですね。フェリーまで。じゃないと、乗れないので。乗れないのやばくないですか？だから5月27日、11時20分出発だから、そうですね。受付は10時ぐらいからなんですよ。やばい。なので、やばいじゃん。一日、なんかこれ、もうほとんど、徳島港の近くに滞在しないと無理じゃんってことになって、じゃあその前の旅程に、大量に移動を詰め込むしかねえっていう、そういう話でした。ちょっとでもきついな。もうちょっと組み直すか。なんか、5月21日に鹿児島オフィスで仕事するつもりなんですけど、5月の、そうですね、この日をもう一個有給使うか。その5月21日は丸1日朝から晩まで鹿児島オフィスで仕事するつもりなんですよ。で、その翌日5月22日も鹿児島オフィスで仕事して、で、夕方から移動して宮崎市行くぜとかって思ってましたけど、これで宮崎市を飛ばしてさらに先まで行く。5月22日を休みにして。なんかそれが良さそうな気がしてきましたね。そうするか。幸いあと1日だけ有給が残ってる。こんなこともあろうかと。こんなこともあろうかとっていうか。はあ、やば。まあそうするしかなさそうですね。はい。そうしますか。よし。じゃあ、はい。この日、休むぞ。そう。こうしよう。こうして、こうだ。はい。そうしましょう。よっこらせ。削除。はい。動的計画法。休んで200キロ移動しますか。ぴったり。鹿児島から200キロのところで1泊って書いとこう、とりあえず。はい。そしたら、そしたら、なんかいろいろ、その後の工程が楽になるでしょう。はい。ちょっと、さらに、この後の計画については、後でやりましょうかね。
ちょっとなんかやばい。なんかこういうのを撮影しながらやるのいかがなものかと思いますよ、わしは。だって画面見えてなかったでしょ。だからわしが画面見ながら、ああでもないこうでもない、しかももう15分経っちゃったしね、ああでもないこうでもないとかって言ってるのを資料なしで聞かされている人の身にもなってくださいよ。よくないですね、こういうのは。でもなんかわしも本当にその運動とかけん玉とかもそうですけど、カメラが回ってないとできないんですよ。なんかあのカメラの、 あの録画ボタン、レックボタンをポチッと押してレックランプがつかないと何かできないっていう問題を抱えていて、あらゆることがカメラが回っていないとできなくなってきた。逆に言えばカメラのレックボタンを押しさえすればやり始めるっていうことにもなるので、これはまあ逆手にとっていると考えた方がいいんじゃないでしょうか。本当は今日の収録でやりたいことがあって、はい、昨日やってたことの振り返りですよ。昨日なんか適当にムービーをいろいろ撮ってきたので、ちょっとそれを流しながら昨日ああだったこうだったっていう話をしましょうか。はい、3、2、1、プッシュ。これ昨日わしが収録してたあの熊本城ですね。うん。これはなんか熊本城の横にあった神社の何ですかね、ご神木なんですかね、よくわかんないけど、なんか祠みたいなのがくっついてました。でこれが熊本城の天守閣に向かう最中ですかね、その神社みたいなとこから天守閣に向かうところで、あの工事中みたいになってるやつあるじゃないですか。あれはどうやら天守閣じゃなくて、なんだっけな、うど櫓っていう、なんていうんですか、まあ防衛上の櫓なんていうんですかね、監視塔みたいなとこなんですかね。お、いいですね、カラスが。そこがまだその熊本地震で壊れてから治りきってないっていう感じ。いやーこのね、なんていうんですか、この石垣ですか、石垣も結構ね直したんでしょうけど、まだまだ崩れてるところ結構ありましたね。まあまあ大変なんだな、こういうのって直すので、元通りに直すのって難しいですもんね多分。熊本地震がいかにやばかったかというのがよくわかります。はいね。なんか今使ってるレンズ、あの11ミリのやつにしてから歩き撮りが割としやすくなった。あのアクティブデブレ補正つけてればなんとか視聴に耐えるレベルの映像になってる。あーでもちょっと厳しいか。まあまあまあ、でもいやダメだな、やっぱこのパンとかっていうか、手ブレ補正とパンの相性が悪いんですよね多分ね。パンってあれですけど、あの横に振る動きのことですけど、うん、まあまあ揺れますね。あと何ですかこれ、ローリングシャッター現象っていうんですか、あのグニャグニャする。あれグニャグニャしてますよねこれ多分ね。あんまり良くないな。まあでもこうなりますよね。まあギリギリ大丈夫かな、アクティブ手ブレ補正なしの状態と比べればね。はい、なんかアクティブ手ブレ補正じゃなくて普通の手ブレ補正の方が良かったりすんのかな。うん、はい、そうこうしてるうちにあれですね、天守閣が、わしはこれのことを本丸だと思ってたんですけど。本丸っていうのはなんか本当の意味で城の主要な機能、主要な会議室とかそういうのがある建物のことらしい。
今正面に見えてるやつが本丸だって、この本丸御殿ですか、ここが重要なのであって、そのいわゆるお城って言っている部分、あのドーンと構えているザ・お城みたいな形をしているところは天守閣っていうみたいですね。天守閣の方がいわゆる何ですか、防衛拠点みたいな感じなんですか。本丸にいる人、普段本丸で仕事をしている人たちがいざなんか誰か攻めてきたみたいな話になったら天守閣に逃げ込むとか、そういう話ですかね。ちょっとよく分かってない。はい、これ中に入れるんですけど結構すごかったですよ。あの去年松本城に行って、松本城の中を結構なんていうんですか、すげえ急な階段とか登りながら探索しましたけど、それとは打って変わって熊本城はマジですごいことになってる。中がなんかね、もう熊本城なんだけど中に入ると熊本城博物館ですみたいな、でももう完全に近代化改修済みっていう、もうこうやって耐震補強工事もしてあればエレベーターもついてるし。でなんか階段もなんか登りやすい階段にリプレイスされてるし、でもう16世紀からあるみたいなんですよね熊本城って。もう16世紀とかね、400年前とか500年前とかからあるお城だから、今まで何度も何度も改築されてきたんでしょう。でそんな中でだんだん便利に、その時代時代の技術も使われ便利になっていった。でこの令和ですよ、令和。令和にはエレベーターもつき、いやわかんないですけどね、熊本地震の前からエレベーターはあったのかもしれませんけど、エレベーターもつき中を熊本城博物館にしみたいな。熊本城の中に熊本城のミニチュアがたくさんあんの、めっちゃ面白かったですね。これは歩いて寄ってデジタルズーム、はい、それっぽいズームになった。はい、まあこうやってなんか綺麗に並べてあるといいですよね、この実際の熊本城のパーツみたいなやつとか、あと何この甲冑。はあ、あとこれ地味に嬉しかった、この当時の城下町の様子のなんかミニチュア地図みたいな、こういう感じなんだって高低差が分かるんですよね、お城の部分が高くなっていてみたいなのがよく分かるので、結構なんかよくできてるミニチュアでした。これが天守閣の一番上から見た熊本市街の様子です。熊本城はね、熊本市の市街にめちゃくちゃ近くていいですよね。まあもともと城下町だったところが今も発展しているっていうことだから、まあ、たまたま市街の中に熊本城があってよかったねっていう話じゃないんでしょうけど、はい、これで場面が変わりまして、熊本城から TSMC の熊本工場っていうのが、その毎朝運動中に読んでいる日経新聞でですね、たびたび出てきていたじゃないですか、あの1億3000万円とか、1兆3000億円かとかかけて作られた台湾の TSMC の日本工場ですね。 TSMC とあとなんだっけ、ソニーとか国内の資本と、あとは国の補助を使って、日本の補助を使って作られた工場。わしはここの周りを歩きで一周ぐるっとしてきたんで、ちょっとその様子を見ますか。いやなかなかいい敷地でしたよ。噴水もあり、社員食堂みたいなやつもありましたよ。なんかすげえでかいやつ。
あんまり働いてる人いなかったけど、あれなんですかね、土曜日だったからかな。別に、こういう工場って24時間365日みたいな感じで稼働してるイメージなんで、あれなんですけど、この建物の周りにはマジで何にもないので 食堂とか、なんていうんですか、コンビニもちょっと離れたとこに、デイリーヤマザキが一軒あるだけで、全然人も来てないし、働く人はご飯食べたりとか、おやつ買ったりとかするのは多分中で全部済ませてるんでしょうね。これは裏手に回ったとこです。なんもない。あとなんか追加で何かを建てようとしているところですね。この東側に第二工場を建設しようかなっていう、なんか今年中には着工しようかなっていう話だった気がしますね。新聞とかの報道によれば。これは、あれです。高圧電線。この工場に、特別に多分惹かれたんでしょうね。この工場にだけ、こう、電力を供給する高圧電線っていうのは結構熱い存在。これは井戸ですかね。この高圧電線。ここが終端になってるわけですね。こういうの好きなんですよ。私は Twitter 現 X の方で、送電線の終端シリーズっていうハッシュタグで、散歩中に見かけた送電線の終端を写真に撮ってアップするのが趣味なんですが、ここにもあったと思って、すごい嬉しかった。の装置は何ですかね？あのでかいやつ。なんか、水とかを処理するのかな、あれで。超純水生成装置みたいな感じかな。全然わかんないですけど。ね。外から見ただけじゃ何なのか全然わかんないですよ。これってなんか見学したいですっていうのは、本来だったら正面から申し込めば行けたりするもんなんですかね。わかりませんけど。取材申し込みとかすれば。これはまた、場面が変わりまして、阿蘇山です。阿蘇山ね。よかった。なんか、その TSMC の工場から、割と近そうじゃん、阿蘇山と思って。ちょっと寄るかと思って行ったんですけど、ちょっと後悔した。まあまあ遠いっていうのと、あとね、高低差を舐めてましたね。110cc のバイクで登るの、かなりきつかった。ちょっと勾配がきつすぎて、なんか20キロから30キロぐらいしかスピード出ない。もう坂がきつすぎて。これなんかちょっと中腹の駐車場から本来だと歩いて登ってこなきゃいけないんですけど、バイクとか車ある人はなんかそのまんま料金を払えば登ってこられるので、楽は楽でしたね。ポップ。そんな感じでした。いやー、面白かった。 大変だったけど、まあ面白かったっすね。いやー、でこのあと阿蘇山からこの出水市までそのバイクで来るわけなんですが、それがね、本当に大変だった。 前から言ってんですけど、アップルの、マップアプリで、こう、アップルウォッチに連携して、そのナビしてもらってるんですよ、いつも。なんですけど、熊本から出水市までの間って、国道3号っていう道路でバーって来られるんですけど、途中で国道3号って、なんか2本に分岐していて、1本は従来の国道3号で、で、もう一方は、バイパスっていうやつなんですかね。自動車専用道路になってて、高速道路じゃないんだけど、高速道路みたいなスペックの道路っていうのに分かれてて、で、無料なんですよね。だから、アップルの、マップのナビは、私条件で、有料道路と高速道路は除くルートで案内してねってお願いしてるんですよ。あらかじめオプションで。なんですけど、無料のバイパス
の自動車専用道路はその設定で覗けないので、私があらかじめ設定したルートを走ってると、なんかアップルのマップが、なんかもっと早く行けるルート発見したからそっちにルート変更するねとか言って そのバイパスの方にわしを行かせようとするんですけど、いざ行こうとすると目の前に 125cc 未満の、バイクはダメですって書いてあって、そりゃそうだよねって。だまたその旧国道3号の方戻って、で戻るのはいいんですけど、そのナビがなんか、いやいや、そっちだと遅いから、こっち行けよ、U ターンしてください、U ターンしてくださいってずっとアプリが言ってくるから、辛い。それに抗いながら、もううるさい、もうわしはこのまま国道3号ずっと行くんだ、このままバイパスに乗らずに行くからって言って、なんかね、そうやって揉めながら走ってたのが結構疲れた。ふー、こんな感じかな。じゃあそろそろもう9時半ってことは何ですか？わしは30分話してるってこと？ まあ運動けん玉ないのに30分超えてんの面白いですね。はあ、なんか言っとくことあるかな。まあ大体話したかな。昨日阿蘇山の山頂で、バイクの駐輪場でそろそろ行くかと思って支度してたら、なんか人が話しかけてきて、なんか足立区ナンバーですねとか言って あ、足立区ナンバーをご存知ですかみたいな感じで、まあね、阿蘇山に足立区ナンバーいるの、珍しいでしょうからね。普通のバイクならまだしも、ピンク色の、小型自動二輪のナンバーですからね。だから、いやー、なんか小型自動二輪の足立ナンバーの人をちょっと見るとは思わなくてとかって言って。え、なんかどちらの方なんですかって言ったら、あ、川口ですって言って。埼玉県川口市っていうのは、足立区の、北東のあたりにある隣の自治体なんですよ。だほとんど、川口市っていうのはほとんど足立区みたいなもんなんですけど、お隣さんですねって言って。いや、その人はもう大型バイク、バリバリ超速いバイクに乗ってて、なんか、いや、まさかここまで原付2種で来る人がいるとは、みたいな話でちょっと盛り上がって じゃあせっかくなんで途中まで一緒に行きますかって言って、熊本市外の方に戻るところまで一緒に、峠を下りましたけど、はい、そういう出会いがあるのも結構面白いですね、バイクの旅は。いやー はあ、はい、そんなもんですかね。じゃあ終わりますか。ふう、編集して、ここの回線結構早いんで、さっと編集して、さっとアップすれば30分で作業済むはず。ちゃんとチェックアウトしないと追加料金がかかるんで このぐらいで終わります。じゃあバイバイ。